名曲いい曲数あれどヒットするには秘訣ありそれは一体どんなこことだったら聞いてよこの話もう今から48年前ですから野上真弥さんはまだこの世にいなかったそうですねけど大変な人気番組がテレビでありました、はいはい、全日本歌謡選手権」という、まあ、すごい番組です今思えば。はい 6年ほど続きました、うん、番組が始まったのはもう48年前そうそ、ん、うたるメンバーがあの番組から誕生した、うんうん、五木ひろしさん、はい、天童よしみさん八、はい、代明紀さん、うん、中条きよしさん、うん、牧秀人さん、うん、この牧秀人さんというのは元グループサウンズのオックスに所属していたんですが、うん、演歌歌手に転向するためにこの「 全日本海王選手権10周勝ち抜きにチャレンジされた、えー、それから山本譲二さん南公設のかぐや姫も出場したが、はい、4周目の挑戦でチャレンジで途中棄権した石野真子さんも出場したんですがで3周まで勝ち抜いた、えー、これはねアマチュアも、うん、つまりプロじゃない歌手も、えー、プロとして頑張っている歌手も チャレンジしたわけです、うん、この10周勝ち抜き全日本海洋選手権に、はい、プロが10周勝ち抜けない場合もある、えー、アマチュアが10周勝ち抜く可能性もあるすごいですねこれ五木ひろしさんが先日この番組に来てくださいまして、うんはい、その話もさせてもらった、うん、五木さんは賭けだったと、うん、もうそんな軽いチャレンジとか 挑戦とかいうもんじゃない、はい、あれは僕の人生の賭けだったもし10周勝ち抜けなかったら僕は潔く歌手をやめる覚悟までなさっていたとおっしゃいました天童よしみさんもそうでした、はい、1周2周3周こう勝っていくわけです審査員が青屋典子さん船村徹さん、はい、鈴木淳さん竹中郎さん平尾正明さんに山口洋子さん この綾代亜紀子さん先日もこの全日本歌謡選手権に出場した時のことをお話しされてました「はい、私青谷亜紀子先生に嫌われてたの」ってこうした <laughs> 批評するどころか青谷亜紀子さんが <laughs> 八代亜紀さんが歌った後 <laughs> 私ね <laughs> あなた嫌い」<laughs> 毎週言われたの。んでもね、似てるしね。ね <laughs> むっちゃ似てます。私あなた嫌いなの。<laughs> 私、あら、あなた。私そんなこと言われて、十週勝ち抜いたの、えー。すごい話ですね。天童よしみさんも。うん。十週目に風が吹くという恩師。審査員でもあった竹中郎さんの作品を。歌い十週目。これで通過し、見事。お 勝ち抜いたわけでございまで天童よしみとしてのレビュー曲になりました風が吹くお聞きいただきましょう天童よしみさんの風が吹くでした受注までいったうん、うん、もうレコード会社プロダクションがわ我が方へと、はい、スカウト合戦になるわけでございます、ね、さっきも言いましたあのいつきひろしさん 大御所、はい、もう今や日本の歌謡界を引っ張り上げる引っ張っておられる、うんま、リーダー格でございますが、うん、五木ひろしさんもうん松山勝でデビューして、うん、一条栄一、うん、名前を変えた三谷健として名前を変えたそして五木ひろしさんになられたわけですが、うん、この五木ひろしの前三谷健の時代にもうプロですよ、うん、プロです。はい けどこのアマチュアも参加する全日本歌謡選手権にチャレンジしたうもう賭けたと歌手人生をかけたとこれでダメなら諦めるとみたいに県の時代に一週目から十週目までもちろん行きはったわけでございますこれ野上さん考えようで十週目の曲が一番重要なのか難しいところですねそれとも一週目一回目の曲が大事なのか僕は思うんですが 1回目がなければ10回目はないわけですよ、うん、すごい名言が飛び出しましたね今。回回目目がななければ2回目もないとなると入り口まずその門を開けてもらわんことには入っていけないことほどさように重要な曲なの。で,、ね、で五木ひろしさんはこの全日本歌謡戦10周勝ち抜きをされて10周もちろん違う歌を歌われたわけ。はい 厳しい審査員の前でうん、うん、さあだからこの10周を勝ち抜いて五木さんは今の五木ひろしさんに名前を変えられたわけです、はい、まだ10周勝ち抜きの間は三谷健だったさあ1周目に歌ったのがううとか <laughs> とにもかくにもだから五木ひろしさん「今ありき」の非常に重要な曲であるわけです。 さあこの3つのうちどの歌を歌われたでしょうか<ー>まずは森進一さんの「命枯かれても」それとも全日本歌謡選手権肝心要の1周目1回目「噂の女」を歌われたんでしょうか内山田宏とクール5の曲ですさあ五木ひろしさん全日本歌謡選手権1周目。 最初に歌った曲はこの曲かな、はい、北島三郎さんのの博多人はい全日本歌謡選手権で五木ひろしさんが1周目覚悟を決めて選んだ曲は森進一さんの「命枯かれてもでしょうか」内山田博とクールファイブの噂の女でしょうか」北島三郎さん今流れてます「博多の人」この3曲のうち。 どの曲だったでしょうか。三択です。お待ちしてます。はい、分かったという方は答えを書いてメールかファックスでお送りください。メールの方は野村アットマーク OBC 一三一四ドット C.O. ドット J.P. ファックスの方は零六六五七七零三零一です。 正解書の中から3000円分のクオカードをお一人にプレゼントいたします。答え合わせは7時5分頃です。このコーナーは YouTube ラジオ大阪チャンネルで配信中です。はい7時台に正解を五木博さんの声でお届けいたします。締め切りは7時です。